ムーナちゃんです。よろしくお願いします。やったI'm not afraid to die.
ストに入れるようになった最近、大人になれた気がしたい。ハッキーでポイポイ過去に入れるようになった元実験。雨の日は晴れないと思い込んでるだけ、私にはできないと思い込んでるだけ。ちっちゃな楽曲の振り幅はねるから、中学に制服に僕術にできたのいかは。マッソブルーyou
か同僚になったら頭のおかしい人たちがどんどん出てくるよ。結局自分が可愛いのは当たり前の登場で、唯一負けるとしたら社会少年くらいかななんて。初めて坂井少年を見たのはペツボルタでした。そうだねあなたに会えて。それで坂井少年と初めて見た時と疑問を食らいました。本当によかった。それで私は坂井少年がと対バンするたんびに坂井少年のライブを見続け、一番大好きな曲はあそこそこそこです。坂井少年、あ違う違う、今の喋って、違う、今の呼んだわけじゃなくて、坂井少年と私がいつも客席から叫ぶような関係だったのに、今日ツーマンまで持ちかけることができました。イエーイ。やったでも坂井少年と一緒に曲を作ったりしてるうちに、坂井少年は普通に紳士でした。せやでこうやって盛り上げようとしたりして偉いと思いますわ私は坂井少年の本名も知っちゃったし、え言ったら怒りますよね。わかるよ。それは後で坂井少年に聞いてください。そう、憧れの坂井少年とツーマンができてとっても良かったです。さようなら40分もあるから何でもやり放題やり放題やりたい放題アフロー一本飲み切れないし、中身を代わりしたらリバ
の気持ち音を切るポッポッ。正直いらないまで苦しい場所、居酒屋落ち着かないやつ何もの、英才教育受けて心が休むのあんたの最強という女嫌いとか言ってる女が一番嫌いのはその労力で可愛いことしよう。そしたらみんなが可愛く可愛く生きてたい、好きなことする生きてたい、好きなことする君は可愛いよ、なんで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 なの、いつでもいつでもときめいて、今だけを感じるよ生きるって悪くないな悪くないな、キーポビリーベー負けそうで頭の中はいつもお花畑です。私の頭の中のあそこにはお花が咲いてるよ。興味がない時は頭の中のお花を咲かせて逃げる。だからみんなも嫌なことがあったらそこの花を咲かせよう。いやいやいや、そんなん日常生活で頭の花ばっかり咲かせてたら仕事になんないよ。いやその通りだけど、きっと堺少年のあそこの歌はそういう意味なんだと思ってます。もしもし亀よ亀さんよ、世界で一番可愛いのは誰誰。僕の鹿は地区地区するから、夏が終わる瞬間
の果実を絞って君の頭にかけてやりたいのさ。の日のみ干した手作りポカリが触れ出すバケツで育てよトマト。もしもし亀よ亀さんよ、世界だったしにふさわしい男は誰誰。ドビーレグボデイギリスの青い瞳にブロンドヘアです。よしイギリス行こう。夏が来れば思い出す僕の青春はドビーレグボじゃない。君の言ってた愛ってなんなんだ、まだわかんねえよ。僕の左手の果実を絞って君の頭にかけてやりたいのさ。の日のみ落ちた手作りポカリが触れ出すバケツで育てよトマト。ビバ青春カメトマト、ビバ青春カメトマト、ビバ青春カメトマト、ビバ青春カメ。あー僕の左手の果実を絞って君の頭にかけてやりたいのさ。の日のみ落ちた手作りポカリが触れ出すバケツで育てよトマト。青春カメトマトビバ青春カメトマトビバ青春カメトマトビバ青春カメ最後ビバ青春カメトマト。ありがとう。エレキかっこいいやってて、エレキやっててる、エレキやっててるかっこいい。普通やりたくなっちゃった、エレキで何かしら。今日40分もあるけど何したい？でもここで参加中途したら足真っ黒になるからやめた方がいい。この間真っ黒になって阿佐ヶ谷系劇場に帰ったら7歳なのって言われた。足まだ真っ黒にして7歳なのって言われた。ちゃんです、よろしく。じゃがりこじゃがりこじゃがりこ。みんなどうせお尻痛いんでしょ、立てば。犬飼ってるやつ大体いい人。猫
いい感じ。おお。
かわいそう私あれやろうと最後の曲だよ終わりたくない、終わりたくないのみこんなレスポンスコールあるせーの、ザンハイミュージックオープン。やったー、みんなお知りたいでしょ、誰か。
見せつけて、ついでに足の裏